おはようございます。昨日はいろいろと交わりありがとうございました。少し、皆さんのことが分かって、今日はこの何て言いましょうか、座席表があるのでもう一度確認できますですね。昨日いらしてなかった方もありましたよね。また個人的にいろいろと皆さんのお話を聞けて昨日は楽しかったです。はい、それではですね、今日の話をしたいと思いますが、皆さんは説教学といいましょうか、説教についても学んでいらっしゃるので、例えば今日の箇所で僕何かお話しするわけですけど、皆さんだったらどんなふうに話すかなと考えながらですね、聞いてくださってもいいと思いますね。というのはヨハネによる福音書は大体皆さんが知っている言葉が多いです。でそこからもうみんなが知っているところから何話すんだろう、牧師も苦労します。大体僕はですね、説教は大体順番に話していきます。例えばヨハネ伝であればずっとヨハネ伝をずっと話す。でこれまで何十年か話して、ほぼ創世記から旧約聖書の歴史はほぼ全部一章ずつやっていきましたね。そして新約聖書も大体、ただ黙示録はやってない。なぜかというと黙示録は日曜日の朝礼拝おいでになる場合、新しい方も来られるですね。ですからやはり来られる方は今日どう生きるかということを皆さん考えながら礼拝に来られるわけです。悩みを持って来られる方もある。そうすると聖書の言葉があなたの実生活においてこんなふうな慰めがありますよ、力がありますよということをどうしても話したいので、なかなか黙示録を礼拝で話す勇気がないですね。聖書研究会では順番に話したことがありますけれど、そういう意味では今日皆さんに、一応、ここにやってきてお話しするのは教会の礼拝で順番に話したことをですね、話すわけです。ですから、今日話すことはもう極めてよく知っていることなの でそこから本当に、新しい方もおられるような礼拝でどんなふうに話すのかなというふうなことを考えながら聞かれてもいいかなと思いますね。じゃあ読んでみたいと思います。5つのパンと2匹の魚の話ですね。知ってますよね。じゃあ読んでみましょう。ヨハネの、6章の9節から12節までを読みます。いいですね。じゃあ読みます。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ、分けられた。そして彼らが十分食べた時弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。全体を読むと長いですので、こういう何と言いましょうか、5つのパンと2匹の魚、皆さんがよく知っている箇所からなんですけれども、でここでですね、何を、イエス様が語ろうとしていらっしゃったかを考えてみたいわけですね。本来イエス様はですね、人生というものはパン以上のものだということを教えてくださったですよね。人はパンだけでやって生きるのではないとおっしゃったので、何か、パンのためにだけ生きることは必ずしも優れた生き方とは言えないというようなことをいろんなことでおっしゃっていますよね。人はパンだけでなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだというふうにおっしゃったですね。ですから最初にイエス様が受けた誘惑もパンについてでしたですね。悪魔はですね、お前は伝道したいんだろうと、人々の心を得たいんだろうって、それならばまずはね、パンを提供することだよと言ったんです。そうすれば人は
大勢あなたのもとにやってくる。ですからこの石をパンに変えるがよいと、こういうような誘惑をした時にイエス様ははっきりとですね、人はパンだけによって生きるのではないと、こういうふうにおっしゃった。つまり人は本来金銭や、ね、パンによらない一つの生き方というものは本当はあるんだよってことをイエス様はおっしゃったんだというふうに思うんですね。でそういうふうにパン以上の生き方を提供なさった方、あるいはパンを提供することを拒絶なさったイエス様なんですけど、ここではパンを提供なさったわけです。ですからやや不思議だなというふうに思いますね。しかしね、僕は自分の人生を振り返って思うのはですね、人がパンだけで生きるものではないというこのことをですね、まあ、私に力強くやっぱり教えてくれたのはキリスト教だったですね。まあ、例えば、まあ、僕は中、ね、戦争中に、戦争が終わって直後ね、中国で生まれて、そして親たちは戦争に負けましたが中国から帰ってくる、いわゆる引き上げ者といわれるね、何もかも現地に置いて帰ってきたですよね。まあ、そういうような帰ってくると貧しい生活をしていたわけです。でそういった中で宣教師と出会ってね、この宣教師が、まあ、人はパンだけが全部じゃない、貧しくてもですね生きる意味があるんだということをね教えてくれたですね。ですから僕は非常にクリスチャンになって理想にも燃えたですね。そうだ、何かパンとは違った本当に意味のある人生を送りたいなというふうに思ったですよね。そこで僕は僕の父に言いました。高校卒業したらね、進学校に行きたいって言ったんですね。聖書学校に行きたいって、その生きがいのある仕事をしたいんだってこう言ったらね、まあ、父は劣化のごとく言ってね、生意気を言うなと言ったんですね。で生きがいなんていう言葉が嫌だったわけです。なぜかというと父はね、中国から帰ってきて生きがいなんて考えていられない、とにかく子供がいる、養わないといけない、でも本当に必死になっていろんな仕事をしながら子供を養っている、そこで自分が何か仕事を選ぶなんてことはもう全くできないような状況の中で子供を育ててきた。そしてその子が生きがいのある仕事をしたいから進学校へ行きたいと、こういうことに対して、まあ、父は非常に、まあ、怒ったわけですね。で、まあ、そういうような中で、食べることはもうそれで精一杯だから、あの時代は確かにどんな人も生きがいのある仕事なんていう贅沢なことを言うような状況ではなかった。だからある状況の中ではパンがどうしてもなければやっていけないという状況というのはやっぱあるんだろうなというふうに思いますね。で、まあそこで僕はとうとうね、父が猛烈に反対するので、僕はシャープという会社に入りましたね。そこで働いていましたが、でもやっぱり工場で働いたり、ある時は研究所で働いたりしたけれども、どうしてもやっぱりね、何かそのパンを超えた何かのために働きたいというような思いっていうのは僕の中でどん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 募ってきて、とうとう3年で会社を辞めたですね。父はやっぱり怒ったですよね。前にも言ったように私を投げ飛ばしたですね。そうしてとうとう彼は僕の意思が変わらないことが分かってね、それで、聞いた具体的なことです。じゃあ生活はどうするんだって聞いたんですよ。で僕は答えました。宣教師とね一緒に働くことになるんで、まあ、一応食べることはできるけれどそれ以上のものは何もないと言った。その時ね父はとても悲しそうに、そして悔しそうにねこう言いました。ちゃんとした会社に入って自活できているというのに、なぜわざわざ人様の世話にならなければならないのかって言ったのね。で
まあ、独身の間はね、何ともなかったんですけども、結婚して家族を持った時、父が言ったその言葉がもう一度思い出されたですね。せっかくお前はシャープという会社入って、そしてちゃんと自分で人様にならないで生活できているというのに、それやめてまた誰かの元で、ね、お世話になるという道を選ぶのか、なぜそうなのか、そうやって父が非常に悲しんだり悔しがった気持ちがね、初めて結婚して子供ができて分かった、なるほど、子供を養っていくにはパンが必要なんだなということが分かったですね。つまり生活の問題というのはついて回るんだということが分かったんですよね。で、しかしそれからもう何十年か経ちますね、その子供が生まれて、その子供も今50歳ですからですね、なんと結婚して51年ぐらい経つんですけども、振り返ると21歳で会社を辞めて伝道の道に入って以来、ね、その50数年ですね、しかし神様はパンが不足することは一つもなかったですね。これはもう驚くべきことだなと思いますね。ですからイスラエルの民が40年間アラナを旅をした時に、あなたの神主はこの40年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかったというふうにアラナの生活について神は言われましたが、もうそれはまさにね、僕たちのこれまでの人生だなというふうに思います。確かにね、このパンは必要です。特に子どもたちを学校へある、僕たち2人とも大学行ってないんだけど、子どもたちは2人とも大学へ行く、でそういう時期になると本当に大変な費用がかかるにもかかわらず、神様はその必要を満たしてくださった。ですから振り返ると神様って優しい方だなということをつくづく思いますね。そういうような神様はとても優しい方なので、それでおそらくここの場面でも自分の話を聞きに来た人たちが一生懸命話を聞いた、気がついたらもう夕方である、そしてもう夕食の時間を過ぎている、でこのまま彼らをですね、この何にも食を与えないで返すことは忍びない、これはイエス様のお気持ち、優しい方なんですよ。それで何とかして彼らがですね、この夕食をとって帰る道はないだろうかというふうに思われたですね。そこで弟子たちに聞かれたんですね、どうしたらいいと聞かれたんですよ。そうしたら、ね、ピリポは言いました、どこかで買ってね、これだけの人のパンを調達するなんてとても不可能です、莫大なお金がかかりますと、こういうふうに、まあ、言ったんですね。ところがもう一人アンデレは、ここに一人の少年がいます、で彼がパンと5つのパンと2匹の魚を持っていますと言って、その少年を連れてきた。もちろん心の中ではこんなものが何の役に立つだろうとは思ったけれども、とりあえず連れて行ったわけですね。そしてですね、ここに2つの道が提示されたことがあります。それはどこかで調達するですね、お金を莫大な金を払って得る、まあ、とりあえず難しいことなんだけど、それしか方法がないよ、どっから持ってくる。ところがこのアンデレはどっから持ってくるんじゃなくって、今近くにあるものを持ってきて、これで役に立つだろうかというふうに聞いたわけですね。とりあえず手元のものを持ってきた。でイエス様はどっちを採用なさったかっていうとね、遠くで調達することではなくて、今自分の持っているもの、それを使われた。これはもう一つね、この話の中から学べる一つですね。人生でしばしばこれはね、適用できます。つい僕たちは困ると誰かに頼もうと思います、あるいはどっかから持ってこようと思います、あるいはお金で解決しようと思いますよね。ところが神様はそうじゃなくって、あなたは何を持ってるか、でもこんな小さいもので、あなたは何ができるか、でも私にはこれっぽっちしかできません、
いいとおっしゃるんですよ。あなたが手付けるそのこれっぽっち、そっちの方が私にはもっと興味があると。あなたが持っているわずかなもの、それが私にはもっと興味があると。これが大体イエス様の、そして神様の道だというふうに思いますね。でこうして、この私たちの必要を満たす道をイエス様はですね、ここで、語られたんではないかと思うんです。つまり大勢を養う道はどこか外から遠くから買い求めてくることではなくて、今手元にあるもの、自分が今持っているものから始めなさいというのが神様の働きの原則だと言っていいと思います。とても簡単な原理なんですけどね、これでいかがですか。自分の人生の中でしばしばね適用の場面がありますよですね。まあこうしてイエス様はそこで大いなる奇跡を働かれたということが書かれているわけですね。こういう原理っていうのはね、しばしばこの僕たちの日常生活の中で適用できるだけでなくて、もっと壮大なスケールでもね適用されることがあるのね。皆さんは知らないかもしれないけれど、学校だからねちょっと脱線して話します。いい？あのね、石橋湛山って聞いたことある？ないね。残念だね。石橋湛山知らないんだね。この人あの戦後の日本の総理大臣の一人だよね。でこの方はね甲府の出身でね、そして中学校時代、甲府中学校、旧制中学だね、戦争前の中学校に行った。その時の校長先生がね、つい最近は言葉が出てこないんだけど、大島なんだったっけ、覚えてる？大島ごめんなさいね、大島名前、下の名前がふっと出てくる、ふっと出てこなくなっちゃうので、でもねその人はクラークの弟子ですね。ですから内村鑑三たちと一緒に、むしろ内村鑑三は2期生だから、大島は1期生です。だから最初にクラークから直接信仰を聞いて信じた人ですね。この人がちょうど彼が甲府の中学校に石橋湛山がいるときに校長先生だったんですよ。でその大島は、まあ内村鑑三はこの大島、名前が出てこないで嫌なんだな、でもねその人すぐ通してクリスチャンになったの。内村はね無理やりだけどあの信仰を持ったんですよね。その大島っていう人が校長だった時に、やっぱりねこの石橋湛山はまだ15歳か6歳の少年でした。でその時にこの大島校長が話をする時にすぐに分かったって、この人は普通の人と違うと分かったと言ってます。そして彼が話してくれたのがクラークの話を繰り返し話しました。そしてクラークが我らに言ったことは信じたれ、それだけで十分だっていうふうに倫理教育について話したこと、それとこの志を大きく持ちなさい、少年よ大志を抱け、その2つの言葉はね、あの石橋少年の心を動かしたわけですね。まあ、そういうような思いを持って彼は後に経済ジャーナリストになります。戦争前のことですね。日本はどん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 あの戦争に向かって、そして植民地を広げていく、そういう中でね、あの石橋湛山はですねこういうことを新聞にですね、自分が発行する新聞に堂々と書いた、とても勇気のあることなんですけどね、こんなことを言ったんですね。日本がね他国を侵略し領土拡大を図るのは結局国を滅ぼすことになるだろうと言いました。だから満州はもちろん朝鮮台湾からふとも捨てる覚悟を持つべきだ。それが唯一日本が生きる道であって、国防の上でも国民を養う上でも最も安全かつ正しい道だ。これ戦争前に言ったんだよ。その頃日本はどん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 、ね、中国を侵略し満州を取りというふうにした。そうでなければ日本はやっていけない、
石油もないし、ね、資源もない国だから領土を持たないと、とこういうふうに言っている時に、いやそれを全部、ね、捨ててしまえと言ったんですね。でしかし、ね、植民地を失ったら年々増加する日本の人口を養うことは不可能だ、途方もないね、タンザンの考えに耳を貸す人は一人もいませんでしたね。ところが戦争が終わって日本は何もかも失いましたね。その時石橋タンザンはね、何て言ったかっていうとね、まあ新しい日本の前途はですね、もうようようたるものだって言ったのね。で彼はどうしてそういうことが言えたかっていうとね、2つ理由があってね、一つはあの頃この満州を拡大していくことに対してみんなイギリスアメリカは大反対ですね。ですから日本はアメリカから石油をがなくてはやっていけない、そうすると石油をストップするかもしれない、で貿易はどんどん縮小されていく、だから石橋はじゃあ中国を取ったり満州を取ったりする経済的なあの利益とイギリスやアメリカと貿易して得る経済的と利益を天秤に測ったら貿易した方がはるかに大きかったんですよ。だからむしろ満州やそうしたものを捨ててしまってイギリスとアメリカと仲良くして貿易をすれば日本の経済はすごく豊かになるんだということを彼は経済ジャーナリストだから数字で示したんです。それともう一つね、いずれ植民地を手放すことはね、歴史の流れだ、イギリスもアメリカも必ずもうすぐ植民地を手放さなければならない、ないならば植民地の人々の人権の意識あるいは独立の意識はどんどん高まりつつある、だからどうせ失うんだ、それなら日本がね先だってそれを全部手放しとならば、まず中国の人々が感謝するだろう、あるいは朝鮮の人々が感謝するだろう、台湾の人々が感謝するだろう、それだけじゃなくてそんな勇気を持った日本に対してイギリスやアメリカが尊敬を持つに違いない、そうすると我らは貧しい国からも、ね、感謝され、そして豊かな国からも一目置かれるような国になるんだ、こんなことを戦争前に言ったんですよ。すごいですね。もしその時やってたらね、今の中国との関係の問題もない、韓国との問題もない、ね、本当にあの素晴らしい国になったと思うんですけど、それしなかったために結局全部を戦争に負けて失いました。でもね、失ったことだけは確実にやってきたわけです。じゃあ四つの島でやっていけたかって言ったら、戦後日本は素晴らしい経済成長を遂げました。つまり日本は満州も台湾も朝鮮もなくても四つの島でちゃんとやっていけたわけです。今の世界で、ね、かなり安定した経済的な力を持つ国になっていますよね。こんなことをね、今から70年もいや80年も前に石橋湛山という人は言った。つまり持っているものでやりなさい、どっかから持ってこようとすることは愚かなことだということです。ロシアに行ってあげたいね。同じことなんですよ。みんな歴史を学ばないですね。中国も同じですね。日本がやったことを、前にやったことをまたやろうとしています。中国は十分あれだけの広大な土地であの国民を養うことができる、むしろイギリスやアメリカや欧米と仲良くして貿易をやった方がはるかに豊かになっていくだろうと思いますね。で、まあ、そういうことをしばしば私たちは知らない。ですから、ね、2匹の魚と5つのパンで、イエス様はです、あなたの持っているものでやってごらんなさい、あなたの必要は満たされるというのは、これはね、あの国と国との間あるいはまた人と人との関係においても僕たちの人生においてもね、これは適用できることなんだなというふうに思いますね。ですからどうぞその原則だけでも覚えてください、ね、2人の人が、ね、提案しました。1人はもう莫大なお金を使って、ね、遠くから買い求めてくることだって言いましたですね。それだと借金も増えます。ところがもう1人は
今ここに一人の少年がわずかに2匹の魚と5つのパンを持っています、これで何かできますでしょうかって言った時にできるとおっしゃったんですよ。だからどうぞ皆さんね、我々の力能力はわずかであるとしても自分でやるということですね、と不思議に神様が助けてくれると思いますね。これはね、僕自身の体験でもあるんですよ。で、あのね、大洲という小さな町に行って、この伝道がこう始まったわけですね。一万数千人の町でですね、一体本当に伝道というものがここで展開できるだろうかというような不安がありましたね。ですから僕はやっぱりそこには残りたくないと思ったのね。で、2人の青年がいました。1人は予備校生で、1人は大学1年生で、こんな2人で何ができると僕は思ってたんですよね。ですからいろいろな、方法を考えましたけれどもですね、ある時神様は僕に言いましたね。あなたは二人で不服なのかって言われたんですよ。あなたはこの田舎の町で不服なのかってというふうに言われた。私があなたに与えたこの小さな町と、そして二人の青年で足りないっていうのかって言われたんですね。それで僕は恥ずかしくなったですね。叱られました。そしてそこに残った。すると神様はね、僕にこう言われた。私はね、一度にはこの地をあなたに与えない。これはヨシュアに対して神様が言われた言葉ですね。ヨシュアの前には約束の地が前方に広がっています。で、彼はもう急激にそれを取ろうとしたけど失敗しました。その時言われたのは一度には与えないですね。むしろ徐々に少しずつあなたに与えるだろう。あなたが自分の足で踏んだところはあなたのものになると言われたんですよ。これは本当に小さな働きの、続けていくことですよね。ヨシュアはそれに従いました。で、僕にもね、その言葉を神様は与えて、徐々にですね、あなたの足で踏んだところはあなたのものになるとこう言われて、僕はそうだ、ゆっくりやろう、そして自分の持っているものでやろうというふうにしてその伝道をですね始めたわけですね。それまではね、まだ留学を夢見たりだとか、どっかもう少しね、都会で伝道したいだとか、そんなこと思ってたけど、もうそれは一切吹っ切れて、ここが自分の場所だなと思って静かに伝道を始めた。ですからとても平凡な毎日でしたね。で、中高生が毎朝聖書の勉強に来ました。それも不思議なことですが、登校前にね、子どもたちが来た。で、僕は彼らに毎朝聖書を教えるですね。 4,5 人の子どもたち、多い時は 7,8 人の子どもたちが来て、そして聖書を学んで学校に通うんですよね。で、ですから毎日何か話さないといけないので、で神様はね、今日何を話しましょう。もう本当に不思議にね、聖書を開いてそこを読むと、彼らに、ね、語るべき言葉を与えてくださった。とても僕のためにもいい勉強になりましたよね。で、そうして子供が、ね、2、3歳の頃でしたから、もう子供を連れてよく散歩に出かけたり、とても静かな毎日だったんですね。夕方になると英語塾をやってましたから、それで忙しくなるけど、昼間はたっぷり時間があるですね。そういった中で振り返ってみると、何をしたかっていうとね、子どもの成長とともに図書館通いをしました。もうたくさん本を借りてくる。で、僕もたくさん本を借りてくる。そしてなんと6歳ぐらいから30歳の後半、だからそれ10年間、それぐらいね、僕が本を読んだ時期はありません。だから10年間ゆっくりした生活をしたんですね。で、わずかなもので、ね、伝道を始めていきましたが、で結局その10年間 のゆっくりした生活、それが僕の蓄積になりました。だから神様は不思議なことをするのね。
だって人間の成長のためには急に上に伸びないじゃない、根を張る時期っていうのはあるんだよ、ね、だからそういう時間をね神様はね僕にくれたんだなと思いました。だから最初はね小さな町に残って狭いところに閉じ込められたと思ってとてもね悔しかった。でもそんなに、悔しがる必要は何もなかったんですよね。むしろそこにいて読書を通してね世界がうーんと広がっていきましたですね、まあ、そういう時期だったんだと思いますね。でそれからねあの高校生たちがだんだん中学生から高校生になって進路を決めなくちゃいけない時期がやってきたんですよ。それで僕はねこのまま彼ら卒業するとまた大学や就職で遠くへ行ってしまうんだろうなと思ったけれどもちょっともったいないなと思ったんですね。それで僕はね、彼らに聞いてみた。あのねこの町はね戦争前に救世君が来て伝道したけど教会できなかった。戦後ねカナダからねある宣教師の夫妻が来て伝道したけれども彼も2年かそこらで帰ってしまった。そしてもう一人はね、あのそこを僕たちに、ね、働きを継がせたその宣教師も数年でアメリカへ帰ってしまった。で多くの人がこの町は小さいからなかなか教会はできないというと。だけどね君たちここに何か人々の心に社会的な影響を与えるような一つの共同体を自分の手で作ってみたくないかって聞いたの。で今は僕たちに社会的な力は何もない、君たちはまだ高校生だし、そしてあの僕自身も若いし、だから一体ここで何をしてるんだろうと周りの人は思ってるかもしれない。でもいつかここが何か社会的にも大きな意味を持つ、また一つの思想や信仰を発信できるような場に君たちこのしてみたくないかって聞いたんですよ。そしたら彼らはねやってみたいって言ったんです。でも簡単に言うけどねやるってことはこういうことだよ、君たちはここに残らなくちゃいけないってことだよって言った。残りますって言ったんです。そうしたらねみんな学生たちは猛烈に勉強し始めた。そしてみんな近くの大学、ね、国立の大学は近くにあったの。それ勉強しないとなかなか入れないですね。それから国立の看護学校があった、それも近くにあるからみんな勉強した。それと就職する人たちはみんなね市役所とか役場に勤めると残れた。みんな勉強してね近くに残ってくれたんですよ。こうしてあの卒業したら出ていく人たちが、ね、十数人全員残ってくれたんですよね。それが僕たちの教会の始まりですね。本当に僕が軽んじた高校生、軽んじた田舎の町、その僕たちが持っている小さなものからあの教会が始まりましたね。そうして徐々にあの人々がといっても彼らが後輩に伝道していったのでやはり中高生たちがやってきた。でまばらに大人の人、むしろ彼らの両親ですね、お父さんやお母さん、特にお母さんたちが子どもたちのその生き様を見てあの教会に来る人が出てきたのね。そして、まあ、いよいよ街道を建築する時が来たんですよ。でそして、街道ができました。よくまあ彼らでだけでよくやったと思うのね、まあ、そうやって一つの街道ができた。そうしたらね街道ができた時に役場で勤める子が2人ほどいたので、あの町長にね祝辞をもらいたいけどいいかって聞いた。それは来てくれるんだったら嬉しいけどって言ったら町長が来るって言ったんですよ。そして町長がねその剣道式の時に祝辞をしてくれたのね。それはどんな祝辞だったかっていうとこんなね話をしたの。以前は日本人の心には神を尊び恐れるという気持ちが深かった。
で最近はそういう心を持つ人がとても少なくなりました。忙しい毎日の生活の中でも夕食の後今日は一日どうだったかと反省すべきですが、なかなかそれができません。いみじくもこの教会では毎日曜日に礼拝に来て神に祈り日々の反省をなさっている、立派なことだと思います。クリスチャンの方々は世の中の浄化のために、清めるために、世の中を清めるために労しておられるのであって、そのことではお礼を申し上げたいと思います。今日お集まりの皆さんに今後ともそういう角度からこの町にお手伝いをいただければ、大津町はさらに大きく発展していくでしょう。道路がきれいになり公園やホールができても、そういう外側だけの形だけでは見せかけの繁栄です。どうかクリスチャンの方々には町民の心の方面で今後ともご尽力いただきたい。いい祝辞だね。みんなびっくりしましたよ。つまり町長があの子どもたちばっかりだった教会を励ましてくれたんです。そして教会が町に貢献できることは何かって言ったら、少なくとも倫理や道徳の面で頑張っていただきたい、そうでないと本当の繁栄というものはこの町にないんだと言ってくれた。それでやっぱり中学生だった高校生だった人たちがそこに残ってね、ああ残ってよかったと思ったんですよ。で僕はそれをね、この様子を見ながら、本当にこの神様はわずかな、ね、取るに足りない2匹の魚と5つのパンで不思議なことをなさる方だということをつくづく思ったです。ですから神様はね、ここにあるようにわずかな我々の持てるものでですね、神様は不思議な技をなさいます。ですからつい私たちは外から助けを求めようとしますですね、あるいはお金で借金をして、ね、それをしようとします。でも神様は不思議に、いや、あなたが今持っているものは何ですか、あなたが今できるものは何ですか、それを私は使おう、その方が私の喜びなんだっていうのがね、神様のいつもの、何と言いましょうかね、励ましだなということを思いますね。だからどうぞ皆さんもですね、自分の持てるものを軽んじないで、この5つのパンと2匹の魚ということをですね、思い起こしていただきたいと思いますね。でもう一つ最後にね、イエス様って面白いよね。全部を養った後で、余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように全部集めなさいと、こういうふうに言いましたね。これは何なんだろうというふうに思ったりするんですけれどね、ある人が修道院 に行った時ですね、そこに祈りの部屋があって、そしたらそこに一つの手帳が置いてあったそうですね。その手帳にはこう書いてあったと、余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。何だろうと思った、ね、その箇所が書いてあった。言い換えれば、お祈りするときに思い浮かんだ言葉、語られた言葉、それらの小さなパン切れ、小さな思いを一つも無駄にしないで集め記録しなさいという意味なんだろうと思ったそうです。これもね、人生でとても大切なことだなと思います。で、神様は皆さんを養います。不思議な方法で養います。で、振り返るとね、パンクスがいっぱい落ちてるんだ。そういう時にさまざまなものがあるんですね。それをね、全部無駄にしないで集めて、記録してごらんなさいと、こういうふうに言われたわけですね。で、それはね、みんなが自分の人生経験の中で学んだこと、小さなことでもいいので、それを全部書き留めておいておくとね、やがてそれは皆さんがね、説教する材料になるよ。あるいはね、自分のそういう多くの小さな経験が人々に福音を解き明かすためにとても役立つ材料になっていきます。だから神様がなさった技は、どんななんてパンくずも捨てないで集めておくことですということだと思いますね。モーセはね、40年間旅をした後でどうでしたか。で、神様はね、モーセに言いましたね、
あなたが宿営したすべての宿営地、それをですね、40数箇所全部それを書き留めなさいと言われたので、モーセはそれを全部、どこで何日泊まった、どこで何日宿泊した、それを全部言われた通りに書いたんですよ。で、一覧表を作りました。するとモーセはね、そのところどころで神様がなさったことが全部思い浮かんできたんですよ。そうすると恵みで溢れました。ああ、あそこで神様はあのことをしてくださった、ここであのことをしてくださった、なんと40年の間神様はなんと一つ一つで素晴らしいことをしてくださっただろう。こういうふうにパンくずを拾うっていうのは思い起こすことなんです。だからそれを全部集めなさいということですね。つまり40年の歳月の中でね、神がね、なしてくださったこと気がつかないでですね、なしてくださったこと、そしてそれを一度にこう眺めると、何て言いましょうか、神様のご計画が分かる、あるいは神様が意図なさっていたことが分かる、ああ自分にこういうこととして教えようとなさっていたことがだんだんこのね、ひとまとまりとして分かってくるんですよ。だから皆さんもね、何十年生きてらっしゃるか分かんないけど、一回ずっと自分の履歴をね、生まれた時から全部書くんですよ。そして自分が、ねなんね、小学生の時、中学生の時、そして大学の時、あるいはまた信仰を持った時、どの教会にいた時、そういうことをずっと書いていくと、神様の恵みをずっと数えていく。そうするとね、それをね、一つの流れとして展望をすると、不思議な神様のご計画を読み取ることができます。これはとても大切なことだなというふうに、そうすると僕たちは一層ね、神様には計画があったんだなというふうなことを思ってね、恵みにあふれるというふうに思いますね。だから僕はね、今日持ってきてないけど、人生年表っていうのをいつも作ってるんですよ。で、ずっと毎年で、そしてそこにはあの僕の年齢と、そしてまた子供の年齢も書いてますよね。そうすると僕が何歳の時に、ね、彼らは何歳ってこと、まあ、将来も全部見られるようにね、して、そして、その年に僕が最も心に残った本を 1,2 冊書いています。そうすると、あ、こういう本をあの頃読んでたんだなということが分かるね。そして教会や自分の人生で起こった出来事を2つ3つ書いています。で、それを大体眺めるだけで、大体僕の一生の過去をずっと眺めることができると、神様の不思議な技を見ることができるのね。で、それをある時見ていた時にね、ふと気がついたことがあったんですよ。で僕はイギリスに留学したり、そしてイギリスから帰ってきて、あの小さな町で伝道を始めた時に、その僕にその仕事を委ねた宣教師がアメリカにいて、一度僕を招いてくれて、で、あなたにアメリカの教会を見せてあげたいって言って、だいたい1ヶ月、あるいはもっとだったかな、1ヶ月半か、いや、そうね、2ヶ月ぐらい行ったかもしれないね、アメリカの教会ずっと回って、そして帰ってきた。だから、まあ、外国に僕はよく行っていたわけですね。だ、僕の妻はもう結婚してすぐに子供が生まれたの で子供の世話でとても忙しい、そうして、まあ、出身が東京なので、年に1回ぐらい子供を連れて、まあ、東京に帰るっていうことがあったのね。そうするとなかなか子供を連れて里帰りも大変、あの頃は紙おむつなんてないから、おむつはもう持っていかなきゃいけない、洗濯はしなくちゃいけない、ね、子供連れの旅行ってとても大変だと彼女は思ってね、私はこの子供たちが大きくなるまで私は旅行をしないと彼女は決めて、で、本当に子供を育てることに時間を精一杯注いでいたんですよね。
だからもちろん海外旅行なんて行ったことがない。第一彼女はね、飛行機が嫌い、 怖かった飛行機が。だから帰る時はいつも夜行列車で東京に帰ってましたね。だから飛行機に乗ったことがない人ですよね。それなのにね、僕の人生年表をずっと見たら、トータルで僕なんかよりはるかに多く彼女は海外旅行してるの。どうしてだろうと思ったんですよね。というのは、子供がね巣立った後に、あの大洲の町が実は、まあ、皆さん覚えてないと思うけどね、その頃の共同体、どんな町にも国から1億円の、ね、支給があったんですよ。それでその1億円をどう使うかということで、その町が考えてね、子どもたちの将来のために使おうということで、この子どもたちに外国を見せてあげたい。だからそういうふうに、何と言いました、ホームステイのプログラムを作ったんです。それで時々県が計画するホームステイプログラムに何人かの高校生をお金をあげて、ね、送ってあげたりしてたんだけど、でもそれっきりで終わり。それでね、その町の役場の人が、どこかアメリカの町と何かホームステイの、ごめんなさい、姉妹都市の関係を作れば、そうすると一回きりで終わらないで、常につながりを持った交流ができるじゃないか。そうするためには、できるだけ安心できるように、向こうの家庭やあるいは町でクリスチャンの人たちが関係してくれる方が安心だと町が考えたのね。それで教会に話を持ってきたわけです。それでその時には私の妻がずっとそこで、ね、英語の先生としてアメリカからやってきている青年と一緒に姉妹都市を結ぶための全部の、何と言いましょうか、手続きや、あるいはそれまでの、何と言いましょうかね、この連絡をやってあげたんですね。そしていよいよ姉妹都市ができる、その締結を今度アメリカでやる。そうすると町長も町会議員もみんな行く、子どもたちも行く、先生たちも行くですね、その時の彼女は通訳として行きましたですね。それからは毎年子どもたちをアメリカに10人とか15人送るんですよ。で、向こうからも来る。そのたんびに彼女は通訳でアメリカ行きましたから、なんと十何回もアメリカに行ったんですよ。で、そういうのがもうあって、あれ、僕よりアメリカ行ってるじゃないかと。僕はその後ほとんど行ってないね。で、彼女で、僕はそういうのを見て不思議だなと思って、彼女はね、旅行なんかしないと思っていたのに、そうすると振り返ると、神様は後では惜しみなくですね、旅行を与えてくださっている。そういうのを見るとね、僕たちの歴史を見ると、神様って、想像もしなかったことをするんだなと思いますね。で、そういう姉妹都市の関係なので、ネブラスカ州のヘイスティングスという町だったのね。そうするとね、州知事も挨拶に来てくれる。それからネブラスカ州の出身の上院議員も挨拶に来てくれる。だからその通訳を全部彼女がやったの。すごいね、州知事の通訳だとか上院議員の通訳なんかもやったりしてね。ですから町では僕なんかよりはるかに有名です ですね。で、まあ、そういうようなことを振り返ると、神様って最初こんな小さな町は嫌だと思って抵抗していた。そしてたった2人の、ね、若者だけでは何ができると言って僕は軽んじた。でも神様はそのわずかなものからこんなことをしてくださるんだなということは、ただ本当に不思議な神様だということをつくづく思いますね。だからどうぞ皆さん、2匹の魚と5つのパンを軽んじないで、ですね、自分の手元にあるもので神が何をなさるか、皆さんの人生で見ていただきたいなというふうに思います。以上ですね。じゃあ一言お祈りします。天皇とおさま、今日は二匹の魚と五つのパンについて学びましたが、ここにおいでくださっている学生の皆さんも、わずかですが神様、あなたが与えてくださっているものがあります。
どうか遠くを見ないで自分の手の内にあるものを見て、これをもって主よあなたは何がおできになりますかと問うならば、主は大いなることをなさるに違いありません。主の技が本当にこれらの学生の方々を通して行われますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、じゃあ一応ですね、1時間10時10分まであと5分しかないね。あ、じゃあいいか、これに答えようと思ったけど、はい、一ついい5分間、じゃあいくよ。じゃあね、大きなテーマについて話そう。いい？戦争について。今ちょっと触れたけど、ノンクリスチャンの最も大きな、まあ、つまり神様を信じずにあたってのつまずきの一つは、なぜ神様がいらっしゃるのに戦争があるのか、なぜ戦争が終わらないのかということに、まあ、先生ならどう答えますかということです。これ難しいよね。でも、まあ、答えてみたいと思いますね。で、一つはね、まず例えば内村鑑三についてとても有名なことは何かって、この人の非戦論です。戦争は絶対に悪であるという考え方だから、これはやっぱり念頭に置いていなければならないと思いますね。それを日清戦争の時にはね、内村鑑三は賛成しました。で、それはなぜかというと、朝鮮を、ね、独立させてあげるために日本が手伝う戦争だと考えたからですね。ですから中国を朝鮮から排除して、さあ朝鮮の人たち、あなたたち自分の国を自分の手で作りなさいということを手伝うために日本は日清戦争をすると思ったので、最初は賛成した。ところが戦争終わったら日本そういうことをしなかった。逆に朝鮮に対して自分たちの力を持って支配しようという野心を持っていることに気がついたときに、もう内村は烈火のごとく怒って、そして戦争反対、戦争っていうのはどんな場合にも悪だというふうに彼は考えて、日露戦争の時には猛烈に反対しました。で、ある人たちはね、この内村に賛成して反対していたんですけれども、その間は彼は新聞社で働いてその論陣を張っていましたけども、だん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 国民が戦争賛成に傾いていくと新聞が売れなくなる。それと新聞社が方針を変えて日露戦争はいいと言い始めた。その時内村としては偉いね、きっぱりとその会社を辞めました。これはもう自分が生活を失うことでもあったけれども、また辞めたのね。こうして彼は日露戦争反対ということをですね、広く伝えましたね。そして、彼はですね、こういうことをですね、次々と書いていったのね。で、日清戦争は東洋平和のためでありました。日露戦争もまたその名は東洋平和のためでありました。これからもさらに大いなる東洋平和のための戦争を生むであろうと思います。戦争は飽きたらざる野獣です。いつも戦争をするときにはね、これは平和のためとか民主主義のためとか、みんなそういう大義名分っていうのはあるんだ、しかしそれは野獣だというのが内村の考えね。で、こう言いました。一つの戦争は必ず次の戦争を生みます。その戦争はさらに大いなる次の戦争を生みます。いつかその国は滅びるでしょう、そうしてと内村鑑三はね、そういうふうに言って死んだんですよ。で、その通りになったのね。内村が死んだ後に、ね、日本はどんどん戦争を広げていって、そして太平洋戦争、大東亜戦争になっていって、ね、そうやって、この日本の国は滅びたわけですけども、日清戦争は日露は第一次世界大戦を、第一次世界大戦は満州事変を、第二次世界大戦は、ね、発展し、で最初の戦争の幾十倍、
幾百倍もの大きな東洋平和のための戦争となり、その結果日本全土の都市という都市は焼け野原となり、二つの原爆が投下され日本は滅びた。これが、まあ、ある意味で内村が見た戦争観です。必ず戦争は大きな悲しみと悲劇をもたらすから、どんな理由があってもやってはならないことだというのがもう彼の考えね。でも非現実的だって言って随分言われたけども、結果的には日本はどん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 戦争を広げていって滅びてしまったという、その事実は変わらない。この原理はね、これは全ての戦争に適用できるだろうというふうに思われますね。だからまず基本的に、でこの戦争が完全に止む日はいつであるかっていうと、これは神の国が来る時だから、人間の愚かさが戦争を続けていくんだろうな。だから戦争においてこちらが絶対的に正しく、こちらが絶対的に悪っていうのはありえない。それはそうよね、人と人との戦いでもそうじゃない。絶対に一方は全部悪とは言い難いですね。同じように国と国との争い、ウクライナが全面的と正しく、ロシアが全面的に悪だとは言えない部分があると思いますよね。だからそういう意味ではまず基本的に、まあ、僕たちが認識していなければならないのは、聖書全体を見れば戦争というものはやっぱりやってはいけないものであり、それは人間の罪の結果、人間の愚かさの結果、それを人間は続けざるを得ない。だって近くでもそうじゃない、人間関係で僕たちは愛することを求めますよね。しかし傷つくじゃない、しかしやっぱり嫌味の一つも言いたくなるよねそういうような弱さを持った人間として生きる、いいっていつになったら神様、私のうちからそういうようなもの、怒りあるいは妬みあるいは憤り、そうしたものを取り去ってくださいますかと僕たちは叫びます。神の国が来るとき、僕たちは完全にそこから自由になると思います。それまではやっぱりある程度の戦い、葛藤っていうのはあるので、祈っていくより他ないっていう部分がありますね。ですからそれが一つ、戦争についてね。でもう一つはまた次の時間に話してみましょう。いいですか？はい。